ずっと思ってたけど、ザコシみたいなスキンだよ。これザコシじゃないか、今の。ちょっとは、ちょっとエリアに乗らないと、これ批判コメ来ちゃうから、エリア乗ろう。はい、こんにちは、グリードです。というわけで、今日はモダンフェア3のシーズン2やっていきたいと思います。新武器に、新マップに、あとウォーキングデッドコラボとか、ウォーゾーンもランク来たりとか、非常にボリューム満点なんですけど、ちょっと鼻のね、風邪ひいちゃってね、めちゃくちゃ鼻声なんですよ。非常に滑舌が悪いんで、まあいつも滑舌悪いんだけど、今日は余計滑舌が悪くてね、非常に聞き取りにくいかなと思います。で、僕の滑舌が悪すぎて、ノイキャンがね、声と判断せず、拾ってくれない時がたびたびあるので、声が飛んだりすることがあるかなと思います。今日は新武器の F2000 使っていきましょうか。非常にね、これ、低反動、レートよし、あと横移動がめちゃくちゃ早いです。ちょっと声が出ない声が出ないんだけど、頑張っていきましょう。よし、新マップ、まあトレーラーでもね出てたけどさ、非常に狭いマップですね。まあシップメントリニューアル版みたいな狭さのマップでございます。はい、よし行きましょうか。見せてもらおうか、新武器の性能とやらを。この横移動ですよ。これ。この横移動。なんか SMG みたいに動けるね、これ。やべ。うわぁ、そっちもいるか。なんかね、鼻噛んでも噛んでも一生鼻水が出てくる。で、花粉症の薬はもう飲んでて、まあ、花粉はそこまでじゃないんだけど、この変な風邪ひいちゃって、これがね、どうしてもね、なんかずっと長引いちゃってるのよね。よいしょ。何なんでしょうかね。ずーっと鼻水出る。もう、噛んでも。鼻水屋さん開けるぐらい出ちゃいますね。在庫無限にある感じね、これね。こっち、脇してるかな？この横移動。どうすか、これ。もう一人いた気がしたけど、一旦リロード入りましょうか。でね。まあ、見てもらえば分かる通りめちゃくちゃ狭いので、ハードポイント乗るのが結構難しいですね。わお、フラグ、ポイント。やばい。これ乗れるか？乗るんじゃねえ。乗れるかじゃねえ。乗るんだよ。一旦逃げます。まあ、この狭さでね、リスポーンとか気にしちゃあかんですね。シップメントももともと 1v1 のマップですからね。これもぶっちゃけなんか 2v2 ぐらいのマップの広さじゃない？ほい。まあ、こうね、仕事帰りで脳みそをお使いになりたくない方がね、こう、脳筋マップとしてプレイすると非常に楽しいかなと思います。よし。これ立ち回りと関係ないですよ、もう。フィジカル。敵強えな。なんか敵強くね？カジュアルだよな、これ。カジュアルとは思えない。このカロリーボリューム。ほい。お！味方も強いな、なんか。ほい。どうすか？ガレージのとこにめちゃくちゃいるっぽいな。わー、無理ー！もう無理ー！なんか COD 方にこんなマップなかったっけ？中庭がある。あれ、今倒した人が湧いたような。どうだ、いやー、マジで敵強ないか。あのジャンプ打ちしてくんの、ランクモードかな。わお、ちょっと普通に起こされてるね。エネミーヒーローオーバーウォッチ、攻撃ヘリね。どうしようかな。なんか、ずっと思ってたけど、ザコシみたいなスキンだよ。これザコシじゃないか、今の。ザコシがいるよな。やべ、ヘリが出てるから、どうしよう。一旦、お家になんか入ろうかな。いやー、あの人に打ち勝てない。うわ、あの人に、勝ちたい。あ。ザコシ、ほら、ザコシ。
なんだ？ウォーキングデッドのやつかな、あれ。ウォーキングデッドにザコシいるんかな。ウォーキングデッドはシーズン1ちっちゃい頃にちょびっと見たぐらいで、ね、ほとんどなんかお父さんとかが見てたかな。ほら、ザコシザコシ。フラグ。ザコシにフラグは効くのか。効いた。効いたね。もうワンザコシカット。こっちかな？あ、指出てるやん。うわ、近距離ザコシや。タトゥー入ってないか、あのザコシ。にゃ。おぉ、今のカットできちゃうよ。いや、これ、なかなかぶっ壊れ武器来たんじゃない？また。ほら。まあ。チン武器はぶっ壊れてるぐらいが一番面白いのかもしれないですけどね。弱かったら誰も使わないからね。ワンカット。2カット、2カット、2カット、2カット。からの、おも、おもで、僕のライトサイドに来ますよ、これ。いや、右も左もどっちもいる。これ、お薬打って決めて。ちょっとこっち一旦逃げる。で、UAV 出す。もうやり。うまい。うまい。次のエリア、ここだった気がする。ごめん、適当に行った。知らない、全く。たまたまここに来ただけで次のエリアなんて知らない。全くエリア乗れる気がしないけど、まあ、とりあえず勝ってるからいいでしょ。まだまだ、まだまだこっちから来るよ。全然違えじゃねえか、エリア。左で湧いてる。コンテナにフラグ入れて。もうやって。V トール出たから、自爆しないように反対側に出して。もう、うんち、なんで、なんで呼んだ瞬間にそこ来ちゃうかな。よいしょ。うわ、勢揃いやん。こんにちは、こんにちは。ちょっとエリアに乗らないと、これ批判コメ来ちゃうから、エリア乗ろう。だいたい30秒ぐらい乗ってれば批判コメ来ないからな。ちょっとでも乗っとけば OK や。よし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 。ね。わあ。どうだろう。左脇か？いやー、ま、立ち回りというものが、ま、存在しないから、立ち回り解説みたいなものはないんだけど。あ、すグラサンかけてんだ、このザコシ。ベコーン！バトルパス。でかすぎやろ。こんなデカデカとやらなくても。あ、僕の右で、ポンしてるね。まだ湧いてるかな？まだ湧いてるね。削って削って。これ、お薬打ちながら。いやー、カバー遅いよ。何やってんの？はい。もうこれ1分なんですけど。時間が。僕、うち、どっち、お互いあんま乗れてないってことよね、これ。うわー、強え。マジか。なかなか、連キルができないね。OK。ここは乗りますよ。任せてください。一番乗りやすい時だけ来ますよ。こんにちは。ここ乗りやすいから乗りますよ。あ、エリア変わっちゃった。まだいる？センター。まだセンターいるね。出てこないか。伏せてても問題なし。伏せてても問題なし。UAV？ なんか食らったか今。レーダーには反応なし。もう一回リロードしよう。リロード遅せえな。これみんな気づいたかな？これ枯葉迷彩つけてるんよ。この武器旧モダン2にあったからね。旧モダン2のこの枯葉迷彩。まあ、今で言うゴールド迷彩的な位置なんだけどね。これをつけてるので、知ってる人は、あっての思ったかもしれない。そう思った方はぜひコメントしてね。コメント稼ぎよ。コメントと高評価は多い方がなんかおすすめに流れやすいとかいう YouTube の都市伝説があるから、どんどん進めていきましょう。本当なんかなあれ。実際のところ誰も知らないけど。わお。Google さんしか知らないけど。OK。
結構ね、日本はあんま高評価もあんま押さない傾向があるんでね、どんどん押してほしいですね、投稿者的にはね。さあ、これどこ脇？隣脇じゃない？ザコシ！あった。UAV？ 残り30秒？はい、あー残り3秒。これ試合終わっちゃうから入ります、入ります、エリア。任せてください、エリア。どしどし入ります。どしどし入ります。うわ、うんち！なにこれ？なんだこれ、向き？SMG か？これ新武器じゃない？新武器。ハボールやん、まんま。あ、でも、feel so good だよ。feel so good。あ、feel so good だ、これ。めちゃくちゃ良さそう。あの SMG。なんだお前。なんだお前。ちょっと待って、おかしい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 。VTOLはど真ん中にポインして、そこにポイってして、ポン！はい。これが、グレガチというやつや。ナイス？僕の VTOL すぐ落ちたのか。仕事しろよ。残り8秒だよ、8秒。わー、乗ります、乗ります。試合終わっちゃうから。試合終わっちゃうから乗るぞ。すごい。こっちの旗意識がすごい。急にすごい、旗意識。みんな試合終わらないでーって。試合終わらないでーってやってる。さっきまでこんな乗ってなかったのに。急に一致団結。あ、終わっちゃった。87キルだよ。めっちゃキルしたやん。新マップ、結構、シップメントより好きかも、だいぶ。なんか狭すぎてないから。ね、あの、仕事終わりに、頭を使いたくないプレイヤーの方はぜひ、この、なんだ。お疲れ様でした。